エントリーナンバー忘れました。よろしくお願いします。うん、じゃあ今日はね、CM の、新キャストオーディションということで、まあ、早速ですね、例のワンフレーズを言ってもらっていいですか。はい、じゃあいきます。フリスク、シャープイントゥアップ。なるほど。うん、まあ今回の、CM はですね、まあ、従来の、なんていうのかな、フリスクのイメージを、まあ、覆すような、まあ、そういうものにしたいと思ってるんですね。うん、なので、自分なりのフリスク、シャーペンズユーアップを言ってもらってもいいですか。自分なりの、うん、あのシチュエーションはお任せするので、うん、あのなんだろうな、視聴者が、え、ここでフリスク食うの、え、フリスク食うとそうなるのみたいな、うん、あのそういうことを思う、そういうふうに感じる、うん、まあ、驚かせるような、うん、あのフリスクシャーペンズユーアップをやってもらってもいいですか。わかりました。じゃあ、いきます。リスク、シャープンツーアップ。うん、今のはどういうフリスク、シャープンズユーアップですか。はい、公園で、付き合っている彼女が同級生の男子とベンチでイチャついているのを目撃して、気が動転しまして、自動販売機で缶コーヒーを買って、まあ、一旦気を落ち着かせて、よく見てみたら、そのイチャついている、女の人、それが、実のお母さんだった時の、フリスクシャーペンズユーアップです。うん、まあそれだと缶コーヒーの CM になっちゃうけどね。頭の中で世界は誰かの仕事でできているという、ナレーションが流れていました。もう完全に缶コーヒーの CM だねそれね。でもフリスクの CM なのにフリスクが出てこない。逆に斬新かもしれない。センスあると思う。 ありがとうございます。あ、じゃあ次の方はどうぞ。エントリーナンバー、あ、すいません、あのやってきたんですけど家に忘れました。よろしくお願いします。はい、では、例のワンフレーズお願いします。はい、アサヒスーパードライ。ああ、ちょっと、はい、アサヒスーパードライはあの隣の会場だね。ここあのフリスクシャーペンズアップの会場だから。あ、すいません、失礼しました。すいません。あ、じゃあ次の方どうぞ。うん、まあ私も長年ショービジネスの世界にいて、たくさんのスターの原石を見てきたわけなんだけど、やっぱりスターになる子って違うのよね。佇まいからして違う。全身からスターが出てる。全身の穴という穴からスターが出てるの。だからあの子もね、入ってきた瞬間からスターダダ漏れだったから。
あの子しかいないなって直感で分かっちゃったのよね。ということで選ばれたのは、会場間違えた君。僕ですか？バン。